おはようございます。3月7日日曜日ですね。また今日もこれちゃちゃっと撮影して、ちょっと自分は仕事なんですが、ちょっと繁忙期に入ってまして、お仕事なんですが、忙しいながら金魚飼育楽しんでます。第1期生のオランダ流眼の子たちももう生まれて2週間ぐらい経過しまして、今日で、ブラインシュリンプを卒業させようと思います。もう少し長い期間、上げ続けようと、計画してたんですけど、昨日の動画でもお伝えしたように、何かしらちょっと星になる数が、死んでしまう数が少しずつ増えてきているので、いろいろと飼育方法を改善して、昨日の動画ですと、足し水をしたり、ミジンコを導入したりしてですね、一応今朝の動画です。今朝はですね、死んでる数が1匹でした。1匹真っ白になって死んでたんで、その子もなんか腐れてる感じなんで、もしかしたらというか見た限り昨日にはもう死んでてような腐れ方してたので、実質死んだ子はこの夜中にはですね、死んだ子はいないんじゃないかなとは思うんですが、でこんな感じで今日最後のブラインシュリンプを、沸いた後ですね、これはもう沸いた後です。で、今ですね、この動画に映ってますように、ブラインシュリンプを終えて、今日からですね、少しずつ慣らし慣らしで、慣れるようにちょこちょこ上げてたんですけど、ハイグローに変えます。粉餌のハイグローです。ハイグローっていうのはもう稚魚用の、ご飯なんですけど、いろいろと見てみると、ブラインシュリンプの2倍、3倍、栄養があるらしいです。粉餌で、生き餌よりも。嘘か本当かわからないんですけど、最低限ブラインシュリンプ並みの栄養価があるのかなと、願って餌をあげてるんですけど、今日朝ですね、しょっぱなポーンとあげたら、やっぱすごいですね、ハイグローは。その前にですね、卵中ディスク増大のやつを潰してあげたりしたんですが、あんまり食いつき悪かったんですけど、いろんな餌で試したんですよ。どれが食いつきいいかなって。やっぱハイグロー食いつきいいですね。もう朝方あげたら、もう、ほとんどの稚魚が水面に来て、パクパク食べてくれて。独特な匂いかなんか出すんですかね、稚魚が好きな匂いみたいなのもしかしたら出してるのかもしれないんですけど、結構すぐ、生き餌に慣れてる子たちなんですけど、粉餌にも、もう生まれて2週間経ちますからね、この餌にも続き始めてくれて、ちょっとこれからまた飼育が楽になるかなと思います。で、一応ミジンコとハイグローで、今後やっていく予定ではありますが、また試行錯誤して、飼育の方法はちょこちょこ変えていきたいと思います。自分が思うに、やっぱ金魚の稚魚の餌、粉餌ですね、簡単に育てたいのであれば、ハイグローがもう一番だと思います。もし今年の春、ブラインシュリンプまで沸かす気力はないけど、稚魚子供取ってみたいな、稚魚を育ててみたいなっていう方いらっしゃいましたら、このハイグローっていうやつがですね、ちょっと待ってください。ハイグローを、これです。高タンパク稚魚、飼育フードですね。SS サイズです。S サイズでもよかったかなと思うんですけど、SS サイズっていうのはもうほぼ粉みたいな感じです。だから今こう、揚げてるところを動画で撮ろうとしたんですけど、撮れないぐらい、結構パウダー型になってるやつで、多分 S サイズっていうのもあったら、S サイズがちょっとやっぱ粒になってるんですかね。次の段階から粒に切り替えるんですけど、とりあえず、今回はパウダー状のやつを揚げています。でちなみに値段が Amazon で、850円でした。100g かな。100g 850円です。栄養価がものすごく高い、餌でした。100g って言っても少ないと思われるかも。知れないんですけど、稚魚にとってみればもうめちゃくちゃ多いんで、もうこの春いっぱいはこれでしのげるんじゃないかなと思いますので、本当稚魚飼育やってみたいなという方はおすすめです。ただ自分去年ですね、それこそブラインシュリンプ沸かすのがめんどくさかったし、ブラインシュリンプ沸かすのに費用がかかるので、去年の春だった秋かな、一昨年の秋かな、初めて子供を取った時はブラインシュリンプ沸かさずにハイグローだけで行ったんですけど、やっぱり最初の1週間、2週間まではもうバンバンハイグローあげても、子供は死んでいきます。生まれた稚魚たちはどんどん星になっていきます。
ハイグロを上げてもっていうか、結局子供たちが稚魚が食べれないので、どうしても生まれたばっかりの子供って動くものに反応してパク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 いっちゃうので、ただこの餌をあげても反応せずに下に沈んで腐れてしまうっていうことが多かったですね。ですので最初の1週間2週間はバンバン、死んでしまう。で1週間2週間ぐらい経ってくると、この餌っていうのをね、稚魚たちも認識して少しずつついて食べていってくれるので、生き残った子たちで、金魚飼育楽しんでいくっていう感じにはなると思うんですけど、それでも全部死ぬことはないと思うので、あとしっかり水質管理をして、やっていけばブラインシュリンプなしでも稚魚飼育というのは楽しんでいけるのかなと思います。ただ間違いなくブラインシュリンプですね。ブラインシュリンプを沸かして、揚げた方がスムーズに稚魚飼育っていうのは間違いなく進んでいきますので、できればブラインシュリンプがおすすめです。業者が買うブラインシュリンプの缶っていうのは7000円、8000円するんですけど、大きなやつですね。もう一般の人が開けると、まず一シーズンで使えないぐらいの、大きな缶があるんですけど、そんなの買わなくても少ないやつで少ない量を沸かすハッチャー24っていうやつがあるので、どんくらいでしょうね、2000円ぐらいで買えるんですかね。もうちょっともしかしたら3000円ぐらいかかるかもしれないんですけど、3000円ぐらいでブラインシュリンプ沸かせる環境というのは作れるので、もちろんヒーターがいるんですけど、もうぜひぜひやっぱブラインシュリンプで最初はね育てるのがもうおすすめなんですけど、こういう便利なこの餌もあるし、本当に上手に育てられてる方いると思います。ブラインシュリンプなしで、この餌だけで育てられてる方、立派に大きくされてる方もいらっしゃるので、ハイグローはおすすめです。そんな感じでお仕事行ってきます。ありがとうございます。